こちらの着物テーマは風風の表情や季節の空気感をなんと180種類もの色を使って表現しています京都市中京区壬生150年以上の歴史を持つ一新工房4代着物作家の 加藤陽平さんが今回の主人公です風斎染めという着物になるんですけども風斎染めは風をテーマに描いている着物になります僕らはぼかし染めっていうのを風に見立てて染めているんですけどぼかし染め自体は1200年ぐらい前からあるんですねで、その頃から風っていうのは日本人にとっていい風が吹きますようにとかそういうなんかただビューって吹くものじゃないものとして 表現されててるところがありましてで僕はあの人の風っていうのも人それぞれの風っていうのもあると思うのでそういったものを染めていたいなっていうコンセプトで染めていっております人の風を染める一新工房では図案のデザインから染めまで作家が一貫して行っており全て手書きで行いますまず 生地に図案を写し取っていきますこれはカチン書きというんですけどカチン書きはあの桃山時代からある技法なんですけど黒い線書きになってましてそれをすごい細い線で描くことですごく繊細な絵が描けるのでこういう細かい絵を描いてやっていってます続いて絵柄を染めていきます色がはみ出ないよう 線のちょうど上でにじみが止まるようにしなければなりませんそして生地を濡らし風彩染めの要である風を描いていきます染めに使う原色は全部で9種類それらを組み合わせ3,000以上もの色を作り出します 竹を使い色にぼかしを加えていきます風砕染めっていうのは基本多色使いなんですけど色ってすごい使えば使うほど本当華やかなんですけどその代わり色同士がすごく喧嘩してくるので多ければ多い方がやっぱり難しいですそれともう一色うちにしかない色っていうのがあってそれが白なんですよねこの僕らが使う白っていうのは五分って言って貝殻の白になるのでだから全然やっぱ生地の白とは変わってきますね あのぼかしの中に白を入れることで他の色たちがこう,うまく調和してくれたりなんか日本文化でいう間みたいなものになっていくんですけどその白っていう色を一つの大事な色として捉えながら染めるっていうところにいつもの普通の絵とはちょっと違うところというかうちのやっぱり大事なしているところのやりり方があります白のぼかし染めをいかにうまく使うか模様のどこにどのくらい白を入れるのか。 一度汁を入れるとやり直しは効かないため、作家のセンスが問われます。鮮やかな緑の中に風菜染めをあしらった着物。色の変化で四季それぞれの風を表現しています。そして加藤さんは絵柄にストーリー性を持たせています。 紙飛行機が雨に打たれ猫に追いかけられながらも旅をし最後には一枚のラブレターだったと分かりますあのストーリー性を入れるのは僕自身のオリジナルになってきますももともと風染めっていうのは祖父は発送してくれたんですねで。それを父母おばの代で「風彩染め」という概念を固めていってぼかしの中でも独特の染め方を作っていきました。 そんな中で僕も自分独特のやっぱり染めっていうのをだんだん入れたくなっていくわけなんですこちらは加藤さんのデビュー作風に舞う帽子と傘を地面に落としている女性が描かれています。 あの傘を落としてるんですけどこれはどうやらなんか傘で向こうの人っていうのは挨拶するっていう風習が昔はあったらしくて傘を落としてるのは愛してるという意味があるっていうことを耳にしたのでそれをこう絵柄に盛り込んで作っていきました当時加藤さんは独身で将来出会うかもしれない女性を思いながら制作したのでした出会ってもなかったのであの本当になんか そういうものとして作っとこうみたいな感じでした。で、出会った人にたまたまに会ったから良かったなっていう感じです。こちらの作品名は。あめ。背中に描かれた。猫の親子がポイントです。子猫ちゃんがいて。親猫ちゃんがいるんですけど、親猫ちゃんがお尻がずぶ濡れになってるんですよね。でも、子猫ちゃんはちゃんと傘の中に入れていて。で、そして全体のシルエットがハートになっているっていうの。 和のイメージにとらわれない自由な発想で斬新なデザインに挑戦する加藤さん実はもともとは漫画家を目指し2007年には少年誌「週刊少年ジャンプ」に自身の漫画を投稿賞金を獲得するほどでしたもう漫画がなかったら僕は絶対肝作家として成り立っていないところがあって漫画で得たストーリーとかもですし あの色の選択一つも色の中に全部僕は感情があると思っていてそういうアプローチの仕方も多分漫画やってないと思いつきもしなかったと思うので漫画がてての基礎になってます着物作家の道へ進み13年加藤さんは着物の文化を広めたいと体験工房や着物の買い方講座といったさまざまなイベントを開催しています。 着物っってやっぱ楽しいっってていいうののが僕は基本だと思ってるので楽しい体験だったりとかあのこれを着てよかったなっていうなんかすごく単純なことなんですけどそういう体験をしてもらえたらいいなと思ってそしたら着物着たいなとかこういう柄だったら着てみたいなって逆に思ってもらえるものを作るとかそういうものづくりの視点でやっております風染めの可能性をを広げたたいい加藤さんは新たな挑戦を続けています。 京都壬生の地で一新工房オリジナルの風彩染めを用い新たな挑戦を続ける加藤洋平さんこちらは本来風を描く風彩染めで光を表現した作品です万華鏡はやっぱりこう白というのを使っていくときにそれを光に見立ててしていったんですけど。 万華鏡自体もやっぱり同じ柄がなかなかほとんど出ないと言われる何億分の1って言われるものなので。風のテーマと似ているので、あのそれで作っていきました。加藤さんは。着物以外にも、風彩染めの技法を使っています。風彩染めで染めたレースカーテンになります。レースカーテンって、あの風に吹かれた時に、こう当然動くと思うんですけど。 動いた時に一番美しい柄って何だろうっていう時に自分の風彩染めっていうのがすごく生きるんじゃないかと思ってレースカーテンを染めたたいいなと思いましたレーースカーテンには着物とは違う染料生地を使いますもうとにかくまず染料がすごい難しくて今こう染めてる色と全然仕上がった時の色が変わってしまうので実験データをすごく取ってでしかも 僕はこうやって生地を濡らしながら手で染めるのでいくらデータを取っても分からない部分というのは最後まであってしかも生地が普通よりめちゃくちゃ薄くってよさらに予測がしにくくってそういうのがいろいろあるので難しいことだらけです <laughs> 試行錯誤を重ねできた風彩染めのレースカーテンカーテンの揺れる動きで竹林の中に吹く風を表現しています どんな窓の向こうにもお日様があると思うんですけどその一日の天気によって色がこう変わっていくっていうだから風と火の光と一体化したものそれがレースカーテンの一つのなんか究極の形かなと思ってそれを染めで表現しましまた日中は竹の絵柄が浮き出るのに対し夜は風彩染めの鮮やかなグラデーションがはっきりと姿を現します。 さらに加藤さんは風采染めの日傘を作りました。風采の日傘は日光が交差して、それをこう。自分が見上げた時が一番綺麗な色になるように計算して作られているので、刺すだけで気持ちが上がる。そんな日傘になってます。僕はもう風鎖済みが生きる表現だったら何でもしたいっていうところがあるんです。でも、その反面、着物文化を一番大事にしたいっていうところがあって、必ずそこに戻ってくるような動き方はしたいと思ってます。 でとにかく広く広まってくれるのもありがたいんですけど一人の方と深く付き合っていけたりとかなんか「本当に風彩染めがあってよかったわ」って心から言っていただける方が増えるっていうこと自体が大事なことだと思ってこれからもそうできるように頑張りたいと思ってます。着物作家加藤洋平さん風染めを生かしたものづくりで 着物文化に新しい光を映し色鮮やかな風を吹かせているのです。